everyone! Today, I have special guest! Come here! Yay! This is Ace. Hey. This is Anna. Both of them are model here in the Philippines. Mm-hmm. And my friends. Today, we're going to take a video together. 今日は、はい、なんとフィリピンで、はい、照り焼きバーガーとエビフィールを食べれるということで、ちょっと試してみたいと思います。照り焼きですか？照り焼きだったよ。やったぜ。ちなみに、はい、食べたことあります？照り焼きありますね。エビフィールは僕は1回ぐらいかな。あんまり照り焼きがやっぱ好き。照り焼きが好きなんで。アナは？アナは照り焼きは食べたことあるよ。でもエビフィールはない。ない？ゼロ？うん、じゃあ、今回は、はい、結構売り切れてても、おお、すごいですね。そう、照り焼きとエビフィールはもう1週間ぐらい出てから経つと思うんですけど、はい、2店舗、3店舗目かな、3店舗回ってやっと見つけました。そう、すごい。どんだけ好きなの。いや、結構、ね、みんな買うんだろうね、やっぱり。もうすでに人気商品で、うん、なんか、あれ、他の YouTuber さんとかも取り上げられてたりして。そっかそっか。そう、まあ、照り焼きそもそも人気だしね、フィリピンで。ちょっと試してみようみたいな感じでやっぱ食べるんだ。で、僕が実は日本で、はい、マクドナルドで3年働いてました。マクドナルドの店員さんですよ。元クルーです。3年働いてました、はい、すごい。今日はまず日本の照り焼きバーガーとエビフィレオの作り方を説明したいと思います、はいはい、おお、作り方そう聞きたかったな。店員さん本日大公開、はい、初公開です、はい、じゃあまずね、照り焼きバーガー、はい、あれね、ごまがついたバーガーバンズをまずトースターに入れます、はい、で、ちょっと温めます、はい、縦に自動で出てくるんですけど、おポロンって出てきて、はい、そう、それをポンポンって並べて、はい、こっちにスイートレモンソース、はい、まあ、マヨネーズみたいなソース、はい、で、その上にレタスを置いて、はい、ポークパティをソースにペチャペチャってして、それを置きます、はい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 、で、蓋してポロポロってやって、シュッシュッって、あっちのお客さんが、お客さんがかっこいいんだよ。たまに見えるんだよね。フィリピンではやってないかな。やってない。ちょっとフィリピンのマックの店員さん見てましたら、ね、コメントください下に。日本ではハンバーガーをできたら、サービングテーブルっていって、はい、レジの方にシュッとスライドしてあげます。次、エビフィレオの方は、はい、まずさっきはトーストやったんですけど、うん、スチーマーに入れます。下にカシャってスチーマーに入れてボタンを押したら、まあ10秒ぐらいでパンが蒸されてホカホカになって出てきます。そっか、あ、なるほどね、分かった。蒸されてるわ、あれ、うん、蒸されてるふにゃふにゃ。そう、蒸されてて、そのふわふわのを置いて、うん、まず頭にオーロラソース、うん、お尻にマスタードをペチャペチャっとつけます。ペチャペチャ、はい、言い方ある。その後、あ、オニオン入れます。そこにレタス、うん、で、その後エビのもう揚げられてる、はい、エビカツがあるんですけど、うんうんうん、それを置いて、はい、挟んで、はい、ふるっと巻いて、はい、またシュッシュッ。たまにこっちの時もある。なるほど。どっちもある。ちなみになんですけど、まあ、そういうバーガー一つ作るのに店員さん何秒で作るんですか？早い人で10秒です。はい、一番簡単なのは普通のハンバーガー、はいはい、照り焼きはちょっとマリネートの分が面倒くさいから時間かかるんですけど、普通のハンバーガーはほんまに置くだけなんで、はい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 、本当に早い人は10秒。はあ、すごいな。あいつ注文が入ってからカツは揚げるの？いや、カツはもう揚げてある、はい、揚げて、あっため、そうそうそう、保温してある、保温できるところに、まあ、それも全部時間決まってて、はいはい、タイマー切れたり一応してることっていう、まあ作り方です、はい、うん、で、味はまあもちろん知った、まあ、エビは食べたことないって言ったけど、はい、そう、味も美味しいんですよ、はい、エビも照り焼きも日本でもかなり上位に来る人気。いや、もう照り焼きは1位なんじゃないですか？ね、1位はね、確かね、ダブルチーズバーガー。何？違うんだ。そう、大好物や。そうそう、確かね、まあ、シンプルにダブルチーズ、どっちも好きですけどね。そう、でも照り焼きもかなりの上位、うん、相当に食い込んでくる。照り焼きとさ、エビはさ、日本だといつあるの？期間、期間でしょ。期間は、いや、照り焼きとエビフィレオはずっとある。そう、ずっとある、ずっとある。レギュラーメニューなんで、だからもし、もしフィリピンの皆さんも日本行く機会があったら、日本の照り焼きとエビフィレオも、はいはいはい、食べてみてほしいです、うん、あ、これ最後に言うべきコメントやった。そう、まあまあ、じゃあ、うん、ちょっと、はい、実食いきたいと思います。じゃあね、本日、はい、マクド3軒回ってやっと手に入れた
こちら、はい、それがこちらです。じゃじゃん、エビと照り焼きフィリピンバージョン。パッケージはこんな感じ。あ、ピント合ってないか。断面こんな感じ、照り焼き、こっちエビ。ちょっと解剖してみようかな。はいはい、あの元マクド店員目線でちょっとこれがオーデンティック or not、解剖します。お、レタスとソースは合ってますね。はい、一緒、一緒ですね。一緒です、照り焼き。おそらく見た目はまだ食べてないんで分かんないですけど、ソースとか入ってるものは一緒です。お、エビ、エビさん、あ、ちゃんとオーロラソース結構たっぷりね、多分どっちもフィリピンにはないソースなんで、多分ちゃんと日本から持ってきたのかどうにかして作ったんでしょう。あ、マスタードまでちゃんと再現されています。じゃあ一緒なんだ、すごい、へー、すごい。ただおそらくオニオンは入ってないかな。うん、だからじゃあまあオニオンは抜きですけど、まあほぼ一緒です、それ以外は。で、あ、ちょっとこれ説明せな。エース君今来月ボディコンを控えてて、はい、減量で食事制限中なんで、今回いや照り焼きバーガーとエビフィレ食べれません食べて食べれません匂いやばいかわいそうに顔が名前じゃあ食べていきましょうか。イエイ、どっちからいきましょう。僕照り焼き一番好きなんで、日本でも絶対、日本行った時は絶対に頼むんで、照り焼きからちょっと行ってみたいと思います。実食、ベベン、デデン、いただきます。大丈夫大丈夫どう、うん、うまい、おい、おいしい、一緒、うん、ね、うん、ちょっと解説させていただくと、はい、パティがビーフです。ああ、そっか、そう、照り焼きなんだけど、はいはい、多分ポークパティは作るのが、はい、まあ、ちょっとコストがかかったのかもしれないですけど、はい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 、とりあえず普通のハンバーガーのビーフパティで代用してます、うん、はい、あのソース2つ、マヨネーズとは結構いい感じ、うん、ね、おいしい。どう、日本の、覚えてる日本の味。もうちょっと柔らかかったかな、肉が。あ、肉がね、うん、そう、日本のパティはポークでちょっとジューシー、油が入ってて、だからちょっと柔らかい、プニプニしてる、うん、けどこっちはちょっとパサパサしてるね、うん、ビーフやし。そういうことね、うん、でも、あの照り焼きの味は、あの他のどこよりも照り焼きの味だよ、うん、照り焼きソースが美味しい、うん、ちょっとこの上の白いマヨネーズもちょっと味違うけど、うん、全然美味しい。やべ、そう、うまそう、うまい、やめてくれ。あれだと思う、こっちの方が甘いかも。あ、そうかもね、甘いね、うん、ポークが良かったな。でも美味しい、これは、うん、マックっていいよね美味しい、うん、フィリピンのマックにベーコンレタスバーガーってある。あ、似てるのあった気がするな。ベーコンレタスバーガー日本で一番好きなんですよ。ファブリートニアイベーコンレタスバーガーサジャパン、ペドワラディとサフィリピン、うん、サイアン、うん、ないんですよね、ベーコンレタスバーガー。確か、そうか、似たようなのがじゃあある、ね、でもソースは、ソースも多分全然違う、うん、美味しかったです、照り焼き、うん、もうレタスまでちゃんと作って食べたから、じゃあ次、エビフィレオ、はい、あ、エビバーガーか、フィリピンでは。エビフィレオ行ってみたいと思います。フィリピンではエビバーガー、エビバーガー、いただきます。うん、どう、うん、うん、どう。いや、元を知らない。そうや食べたことないや。でも美味しいよ。美味しい、美味しいんだけど全然違う。へえ、うん、なんか多分私のイメージのだけど、
なんかすごいサクサクしてるかなと思った。うん、分かる。あの日本だとさ、コロッケみたいな感じのエビカツが入ってるじゃん。カツなんだけど、でもちょっとなんかあのフライドチキンがエビになったみたいな。日本ではエビフィレオの中はエビカツで、うん、その衣がついてるフライなんですけど、こっちのはちょっと天ぷらみたいな、うん、見えるかな、天ぷらみたい、うん、だからサクサク感がないね。あれね、塊が大きいね。でかいね、うん、中身の、うん、でもなんかちゃんと詰まってる。でね、ソースもちょっと違う、うん、だから味はちょっと違うかな。でも美味しい。うん、エビも入ってる。フィリピンの人は好きなんでしょ。そうかも、フィリピンの人は衣厚いの好きだから、うん、日本ではあのとんかつみたいな、とんかつの中がエビみたいなやつが挟まってて、意外と中もプリプリしてるんですけど、うん、日本のエビフィレ、うんうん、こっちちょっとかまぼこみたいになってる確かに。エビとあれよね、なんかあのすり身状のエビが詰まってる感じだよ、うん、そうね、エビのすり身か、もしかしたら魚のすり身を混ぜてるのかな、うん、なんかかまぼこみたいな、かまぼこ天ぷら、はいはいはい、でも美味しい、美味しい、味は美味しい、うん、あれちょっと違う、うん、お腹鳴ってきたかわいそうにごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。まあ結果、照り焼きはかなり再現されてる味は、うん、ただパティがビーフになってたっていうとこ、あとエビフィレオはまあちょっとソースの味も違うし、うん、あのカツもカツじゃなくて、まあ、天ぷらっぽい感じになってたけど、うん、それはそれで美味しい、うん、結果両方美味しい、美味しい。でもさ、その照り焼きのパティについては店員さんじゃないと気づかない。まあね、もしかしたら、ね、店員からの目線で解説してみました、うんうん、すごい。私みたいに硬いね、まず終了するから、ね、そうそう、だから細かいところは分かんなかった。そうそうそう、うん、そうだからね、もし、うん、あのフィリピンの店員さん見てたらコメントしてほしいですね、うん、そうです。あのビーフの方が人気なのかな。多分ポーク作れなかったんやけど、他にポークの商品がないから、うん、だけにポーク作るのに、照り焼きのために、うん、ためだけにポークパティ作るのコストがちょっとかかりすぎたのかなと思います、うんうん、まあでも美味しかったです、はい、うん、フィリピン人の方も多分大好きだと思いますね。うん、ね、すごいログスとかに、うん、マガフィリピンの、うん、あれだと思う、なんか甘いからね、うん、フィリピンの人は甘いの好きだから、すごい美味しかったです。匂いが良かったです匂いも良かったあ、パン、はい、スチームか焼いてるのかみんな忘れてたまあいいや、そうですね、多分スチームは機械がないからスチームしないと思うけど、それ、うん、フィリピン人の方でこれ照り焼きとエビバーガー食べた方がいたら、もう日本行ってあの本物の日本の照り焼きとエビバーガーも食べてほしいと思います。ぜひ、でまたぜひ感想を下にコメントしてくれたらありがたいです。僕も知りたいです、フィリピン人の方たちがどう思ってるのか、うん、ね、売り切れるぐらいだからね、気になるよね、うん、だからこれは大好きだったんだと思う、うん、すごい絶対好きだね、うん、あ、タツタして欲しかったな、タツタグラコロマやって欲しかったな、うん、We have a suggestion for McDonald's Philippines. We have タツタ、チキンタツタバーガー and グラコロ、そう、グラタンコロッケとチキンタツタ大好きなんですよ。で、日本でもすごい人気だからフィリピンでも売れるかもしれないです。ぜひマクドナルドフィリピン、プリーズ。じゃあ次回のブログまでまた、バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございます。サラマ。サラマ。